はい、今回も魔界戦記ですがや6をプレイしていきます。前回メロディアが自分のひどい言動を顧みて落ち込んじゃったからみんなで慰めてるところだったね。嫌われるのが怖いのはわかるが気にせず好きに生きてほしいものだな。665人の王子様には恨まれても仕方ないけど。ごきげんよう、お姉様。どう？少しは絶望できたかしら。教えて、ナイーブ。あなたが求めるバッドエンドはみんなを幸せにするためのものなの。そうよ、お姉様がハッピーエンドを迎えても幸せになれるのはお姉様だけでしょ。だけどバッドエンドなら誰もが同じ気持ちを味わえる。みんながお姉様と同じになれるのよ。いやいや、それじゃあみんな不幸になるだけで誰も救われないでしょ。あら、そんなことないわよ。生まれつき不幸な子たちは救われるわ。例えばお姉様の代役としてずっと日陰で生きてきた私とかね。あなた、私の代役だったの？そういうこと。生まれた時からヒロインの代役だなんて。ルールルー、ひどすぎるわ。だけど最強の破壊神様が私に気づかせてくれたの。みんなが不幸になればみんなが平等になるってね。だから私は破壊神様と一緒に世界中をバッドエンドにしてみんなを幸せにすることにしたのよ。そんなのバッドエンドで妥協しているだけじゃない。そんな幸せ私は嫌よ。本当にわがままね、お姉様。だからあなたは嫌われるのよ。うすうす分かってたけど、さてはミュージカル界かなり闇が深いな。今まで巡ってきた世界の中でも1位じゃない？闇の深さは。お、敵ユニットとしてナイーブがいるな。ステータス傾向はメロディアさんと似てるかな。固有マビリティはハーレムプリンセスで男性ユニット1体につき能力プラス 5% だね。メロディアさんの固有マビは味方の男性ユニットを強化だったよな。似てるけどちょっと違うな。メロディアの双子の妹、代役として誰にも存在を知られることなく日陰を歩んできた。そのためか壮絶に性格が歪んでしまった。メロディアさんが知らなかったのはともかくとして他の誰も知らなかったの。座敷牢にでも閉じ込められてたんか。破壊神が来なくてメロディアがヒロインのままだったら死ぬまでずっと閉じ込められてたのかな。悲惨すぎるんだよな。まあ人思いに倒してやろう。あ、やべ、ナイーブの攻撃演出を見るの忘れてた。まあ次のステージでも出てくるからその時に見ようか。無事に守りきったな。せっかくみんなでバッドエンドになろうとしているのに、お姉様ったらわがままなんだから。知ってた？そんなあなたのことがみんな大嫌いなのよ。あなたはいつも自分のことばかり、他人がどうなるかなんて知ったことじゃない。そんなプリンセス誰が好きになるのかしら。それはそろそろいい加減にバッドエンドを受け入れて少しはみんなの役に立ったらどうかしら。ルルルじゃあね。だいぶ歪んだ娘じゃの。まあ生まれた時から代役として日陰を歩んできたのじゃから無理もないか。元気出してください、虹プリンセスさん。さあハッピーエンドに向かってレッツゴーですよ。私行かないわ。みんな私のことが嫌いなんでしょ。やれやれ、本当にめんどくせえやつだな。
そうよ、どうせ私は身勝手でわがままで面倒くさい女よ。その上嘘つきなのよ。嘘つき？私は Z 様を愛していないの。ハッピーエンドのために王子様の役目を押し付けていただけなのよ。あ、バレてないと思ってたんだ。それ、いや、そんなことはとっくの昔に知っているんだが。え？バレていないと思っているのがむしろすごいのである。それじゃあ、Z 様は何のために私と一緒にいてくれるの？それは…私のことが好きなの？違うぞ！お前と一緒にいるのは破壊神を倒すために決まってんだろ！つまんねえこと言ってねえで、先を急ぐぞ！いやーよかったですね。私のことが好きなの？のくだりね。腕組みしてニコニコしながら見てたね。恋の波動を感じる。次のストーリーも見るぞ。あら、いい感じに絶望しているみたいね、お姉様。これならバッドエンドもあとわずかね。さあ、もうすぐ破壊神様がこの世界を滅ぼしにいらっしゃるわよ。ダメだ、完全に意気消沈しているのである。メロディアさんのピンチです。エネルギーを補給しないと。ふむ、メロディアのエネルギーといえば愛ですね、愛。おい Z よ、メロディア愛してると言ってやれ。それで立ち直るじゃろ。え、いや、そんな利益目当てみたいな告白はちょっと嫌だぞ。なんで俺が？そう照れるでないのである。本心ではまんざらでもないのだろう。ふざけんな、ぶっ殺すぞひげおやじ。恥ずかしがることはないぞ Z よ。お前はこれまでゾンビというだけでヒエラルキーの土底辺として差別されてきた。嘘だとしても女に好意を寄せられたのは初めてのことで、内心ドキドキものだったはず。女に対する免疫ゼロのお前が勘違いしてメロディアのことを好きになったとしても少しも不思議ではない。だから安心して告白しろ。そして愛の力を手に入れて破壊神を倒すのだ。また長文早口オタクになってる。なんでこんなことに。だがこれも破壊神を倒すための愛の力ってやつを手に入れるためだ。おいメロディア、俺はお前のことを愛。うわー、ダメだ、やっぱり俺には無理だ。根性なし、一生童貞じゃな。ひどい言われようね、Z 様。笑うな、お前のせいだろうが。そうね、私のせいね。でも別にいいじゃない。だって Z 様が言ってくれたじゃない、身勝手わがままで上等だって。世界は自分中心に回ってるんだって。私ったらバカみたい。人に好かれるだの嫌われるだの、何をくだらないことで悩んでいたのかしら。私はプリンセスよ。これからも私中心にダララ世界をブンブン回してやるわよ。ふん、ようやく自分の歌を取り戻しやがったか。ええ、私は私のために歌う。そしてハッピーエンドに向かって
ララララ一直線よ。そうはさせないわよ、お姉様。みんな揃ってバッドエンドへ。ルルル一直線よ。Z 君の告白が失敗してよかった。アンナ、ミナにそそのかされて、アンドアイの力目当ての告白なんて認めませんよ。私は告白シーンにはこだわりがあるタイプの恋愛オタクだ。まあメロディアさんが立ち直ってよかったな。サクッとナイーブを倒しちゃおう。ナイーブの演出も忘れずにね。容赦ない反撃だ。まあ演出を見れてよかったな。あとは32倍速の自動戦闘でいいね。ありがとう。ああすっきりした。世界を自分中心にぶん回すのがラララプリンセスの特権なのよ。なんだか身も心も軽くなったみたい。気分はラララハッピーエンドよ。おお、ミオ、この世界のエネルギーがメロディアに集まっていくのである。うむ、吹っ切れたおかげで潜在能力が引き出されたようじゃな。ニジキングさんに続き、ニジプリンセスさんもパワーアップしました。よし、次は私も。おい、ケルベロス、なんか勝手にパワーアップしやがったけど、愛の力とやらはどこ行ったんだ。ちょ、さあ適当か。なんだよ、愛の力が手に入って俺が強くなるんじゃなかったのかよ。残念だったわね、ゼット様。ごめんね、ゼット様。みんなには秘密だけど、私が手に入れたのは確かに愛の力よ。そして愛の力を手に入れられたのはあなたがいてくれたから。ああ、まさかこの私がゾンビなんかに心を奪われるなんてね。でもゾンビの王子様ってのも案外悪くないかもね。このままじゃ私だけがバッドエンドになってしまうわ。こうなったら破壊神様に。ぬるる、皆殺しにしてもらいましょう。いや、メロディアさんが立ち直ってよかったよかった。恋を自覚したメロディアさんの今後の立ち回りに期待だな。立ち直った時に覚えた固有マビ、マリッジパワーは、Z が戦場にいる時に、余ダメージプラス 30% っていう効果だね。Z 君は基本的に使うから、実質、常に余ダメプラス 30% みたいなもんじゃない。すげえな。といったところで、今回はこのあたりで、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。